東京エコダの焼き豚木村さん、これ新しい店ですね。桜台でやられてた方がこっち、で開かれたようです。東長崎の方にずっと歩いていたところなんですけれどもね、店内こんな感じでカウンターでございます。ですごい気さくないい感じの、店長がおられまして、肉巻き、アボカドの肉巻き、これ美味しかったです。でこれが何やったかな、とりあえずなんか肉巻きちゃうなこれ、ネギマか、これ焼き鳥のネギマですね。焼き鳥も、これは塩で言ったかったかな、タレか、何も言わなかったらタレで出てきたんですね、おそらく。で頭とか、あ、焼き豚ですもんね。でこれがなんか常連さんが取ってこられたというイカがありました。そのまま焼いてありましたので、イカ墨もたっぷり入っておりました。でこれがなんか名物カレーらしいんですけど、バターチキンカレーですね。これも美味しかったんですが、もうこれぐらいでちょっと出てきたんですが、場所はこの辺です。ちょっと歩くと遠いかもしれませんね、小田原だとね。あの、タイ料理立ち飲みのあるひょうたんの道をしばらく、東長崎の方に歩いた、ところでございます。それではまた明日です。ありがとうございます。Thank you.